今年もビジネスプランコンテストが開催されるのね。毎年いろんなビジネスのアイデアが生まれてて面白いんだよな。そういえば発表されたアイデアってどんな風に実現していくんだろう。ちょっと話を聞きに行ってみよう。ハッシュタグ鹿児島、新たなビジネスへの挑戦を支援するビジネスプランコンテストについて紹介します。県では毎年県内で起業予定の方や新しいビジネスプランを考えている方を対象にしたビジネスプランコンテストを開催しています。最終審査会に進むと事業化のための補助金を申請することができるほか、セミナーや専門家の助言などの事業化に向けた支援が受けられます。昨年度のビジネスプランコンテストに参加した川口さん。鹿児島で始まる環境配慮型ホテル、エコロッジというテーマで優秀賞を受賞しました。今回発表されたのはどんな内容だったんですか？一言で言って宿泊施設を鹿児島で始めるっていうのがプランですね。エコロッジってまだあんまり日本で浸透していない宿泊形態なんですけど、海外で今入り始めている宿泊形態で、アフリカのサファリキャンプから派生したものっていうふうに言われてて、大きいこうサファリパークの中にこうテントを張って、かなり高い金額でこう宿泊できるっていうようなところから派生したものっていうふうに言われてるんですけど、川口さんのビジネスプランは県の支援制度を活用しながら実現に向けて動き出しています。専門家の方からのアドバイスなどもあると思うんですが、そういったサポートというのはいかがでしたか？すごく良かったです。この計画をより現実にこう達成していく中で、障壁となりそうな問題であったりとか、いわゆるこうローカルな情報がビジネスプランの、アドバイスとしていただいたので、そこはこう今身になっているようなところです。はい、その具体的にどんなサポートになるんですか？本大会の前にまず、ブラッシュアップの期間があって、その中で実際にこれはビジネスプランコンテストとして発表できるようなレベルにまず上げていくサポートが大会前に、我々の場合は1回ありまして、で本大会終わった後にそのビジネスプランを実際にやっていく中でブラッシュアップしたフィードバックというか、そういう会が2回ありました。参加して一番良かったことって何ですか？鹿児島 の、 スタートアップ界隈で活躍している方々、先輩の方々と知り合えたことが良かったかなと思います。今年は9月30日までビジネスプランコンテストの参加者を募集しています。コンテストには高校生や大学生も参加することができます。一次審査通過者は専門家によるブラッシュアップセミナーを受講できるほか、最終審査会参加者は事業化のための補助金や専門家の助言などの支援を受けることができます。詳しくは県のホームページをご確認ください。こんにちは、みなみです。ここからは鹿児島県からのお知らせです。全国高等学校総合文化祭鹿児島大会開会行事のパレード開催に伴い、今月29日土曜日に鹿児島市で交通規制を行います。対象は国道10号の照国神社前交差点から城山入口交差点までとその周辺道路で、午後3時から午後7時30分まで全面通行止めとなります。当日はご不便をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。詳しくは県教育庁全国高等学校総合文化祭推進室へお問い合わせいただくか、大会公式ホームページをご確認ください。続いてはこちら。県では
短大卒業程度と高校卒業程度の職員採用試験の第1次試験を9月24日日曜日に鹿児島市で行います。募集している職種は短大卒業程度が一般事務、教育事務、土木で、高校卒業程度が一般事務、警察事務、農業土木、林業、土木、建築です。申し込み受付期間は来月2日から18日までです。期間中に県の電子申請システムポータルサイトからお申し込みください。詳しくは県人事委員会事務局へお問い合わせいただくか、県の職員採用ホームページをご確認ください。鹿児島県警では警察官 B 採用試験を実施します。第1次試験を9月17日日曜日に鹿児島市、出水市、霧島市、鹿屋市、西之表市、奄美市で行います。対象は来年3月末現在の満年齢が18歳から36歳までの方です。試験区分は男性、女性、武道、サイバーの4つで、サイバーは男性または女性の区分との併願が可能です。受験の申し込みは7月24日から8月14日まで電子申請で受け付けます。詳しくは県警察本部警務課へお問い合わせいただくか、県のホームページや公式 SNS をご確認ください。そしてこちらの情報も、県立博物館では企画展ワクワク昆虫採集を9月3日まで開催中です。ヘラクレスオオカブトやモルフォチョウなど世界の昆虫の標本をはじめ、生きたオオクワガタなど1000点以上の昆虫を展示しています。また今月と来月の土曜日日曜日にはカブトムシなどと触れ合う楽しい実験を行うほか、今月30日と来月11日にはミュージアムトークも開催します。入場は無料です。ぜひご来場ください。詳しくは県立博物館へお問い合わせいただくか、県のホームページをご確認ください。以上、鹿児島県からのお知らせでした。ハッシュタグ鹿児島、来週のこの時間に